皆さん、はじめまして、手塚ゆきと申します。感性リサーチという会社で、感性の研究をしております。で、そこで、男女の感性の違いなどをですね、企業だったり、公共のところで、講座をやったりしています。で、共有画面でね、これからちょっと見ていただきたいと思います。ですね。あら、言ってますか、共有。あ、ダメだ。あ、共有画面。はい。あ、入りましたか、共有画面。開始しましたという文字が見えます。文字が見え文字が見ます。ええ、これでいくのかな？時間の問題だと思いますけど。今共有画あ、面に来なっましてた、ます来か？ました、来ました、来ました、来あ、ました。はい、すいません、なんかちょっと段取りが。で、いえいえ。今日お話しするのは、男女の脳の違いとか、使い方のちょっと違いで、やっぱり分かり合えないところとか、それぞれちょっと違うところが出てしまうよっていうお話なんですが、これ、一人ずつ男女に限らず違うことなんですけど、なんていうんですか、類型的に男性に多い、女性に多いみたいな、ちょっとしたその傾向があるんですね。で、その傾向がお互いにその相手のことが分かんないっていうところで、すれ違いというか、相手に対する嫌悪感だったり、理解できないところが起きて、人間関係悪くなるみたいなところがありまして、そこを知っていれば、相手のその本意が分かったり、愛情だったり、良かれと思ってやってくれてることが分かるとですね、割と人間関係良くなるということで、今日はそのお互いに分かり合えるための、根本は分かんないんですよ。根本的には分かんないんですけど、こんな風に考えてるんだみたいなことがお伝えできたら、で、それで皆さんが誤解されてることとか、もしかして解決すればすごく嬉しいです。で、男女はちょっと大まかに言うと人それぞれなんですけど、一番男性の脳の形の方の考え方と女性の脳の形の考え方があるんですね。で、やっぱり形とか使い方でその方の表現とか、いい正義っていうんですかね、これがいい、これが悪いっていうところも違ってきます。なんで、同じ教育とか同じ仕事に就いてる方たちの男女の差はそんなにないんですね。ただ、もともとのその方が持っているところっていうんですかね、本能的なところがやっぱり違っちゃっています。で、ちょっと次のね、ページに行きたいと思いますね。で、男女のコミュニケーションということでお話をしていきます。で、これ、皆さんね、最近脳の話はよく聞かれる方も多いと思うんですけど、これは頭蓋骨の中がね、ちょっと映ってますが、右と左の脳で、一般的には左の脳の方が言葉を司る部分があって、で、そこの言葉を司るところが、要は言葉を喋ったり聞いたり考えたりっていうのが言葉でしますので、思考をやってると言われています。これも左の脳の一部です。で、右の脳とかですね、左の脳のほとんどの部分は実は感性とか感じることをやっているんですね。ただ、右の脳で感じたことっていうのは本人は分かんないんですね。左の脳でも思考の部分、言葉の部分以外の脳が感じたことは言葉になってないので、本人も分からないっていうことになります。で、その分からないところと言葉になって分かるところっていうのが、これが人それぞれ、違ってきます。
で、右の脳と左の脳がよく連携している方は割と言葉になりやすいんですね。感じたことが言葉の領域に到達するので、言葉になりやすいので、自分でもわかるし、それを人に言うこともできるってことになるんですけど、感じてることが言葉の領域につながっていないと、自分も何感じてるか分かんないし、ましてや人には絶対伝えられないっていうことになります。で、この脳の、情報の到達の仕方みたいなところで、大きく男女は実はちょっと傾向が出てくるんですね。で、とっさの快とか不快も変わってきます。で、性別でも違うし、脳の使い方でも違うってことで、よくあるのはね、今日は女性の皆さんってあまりいらっしゃらない、お一人とかね、しかいらっしゃらないんであれですけど、結構ね、多くの女性たちは、男性たちがですね、言ってくれればやったのにっていうふうにね、言う言葉をものすごく嫌うんですね。男性の皆さんは、優しい気持ちでね、言ってくれればやったのに、なんで言わないのっていうことで言ってくださってるんですけど、女性はですね、この言ってくれればやったのにっていう言葉を聞いただけですごいムカついてしまうってことがあります。だから多くのね、男性の皆さんはですね、なんでこちら優しい気持ちで言ってるのに怒るのか分かんないっていうね、ことが起こるんですけど、これはね、秘密というか傾向がありまして、多くの女性ですよ、もう全員とは言わないですよ、多くの女性の中では言わなくてもできるっていう人が多いんですよ。言わなくても見てればわかるでしょっていう女性たちが多いんですね。なので、見てて分かってるはずなのに、やってくれないみたいな。言うまでやらないっていうのは意地悪なんじゃないかって実は思ってるんですよ。それで言ってくれればやったのにっていうと、すごくそれだけで激怒してしまうっていうね、女性がいるわけですね。で、こういう時、言ってくれればやったのにって言わないで怒らせない方法はですね、もう、出てこないな。出てこない。すいません。一言ですね。気がつかなくてごめんねの方が、全然、女性受けがいいというか、言ってくれればやったのにって言いたくなった時は、気がつかなくてごめんねって言うと、かなりの女性たち怒んないで大丈夫です。本当にね、この察する力がもともと女性の方があるというか、赤ちゃんだとか言葉を喋れないくなってる、お年寄りだったりご病気になってる方を、女性たちは、長い歴史の間ケアしてきたりしていますので、言わなきゃ分かんないとなると手遅れになってしまうことがあるんですね。だから赤ちゃんなんかはですね、泣く前とか熱を出す前から、あれ、そろそろ危ないとか、なんかおかしいとかって感じるようになっていて、言ってみれば観察力が鋭いんですね。で、観察したり肌で感じたことを言葉の方にすぐつなぐ、脳の右と左のつながりが女性の方が、実はつなぐ部分の脳の形がちょっと太めにできてる方が多いんですね。で、これはね、差別になるといけないんですけど、実は差別的な意味ではなくてね、お母さんのお腹の中にいる時に、男の子と女の子のね、お母さんの卵子にお父さんの精子が性別を決めますよね。この2つの、細胞が1つの卵を完成させて、で、片方は男性ができていって、片方は女性ができていくっていうことが起こるんですね。で、私たちは遺伝子を見れば男性か女性か、もちろんそこでわかるわけですけど、初めお母さんのお腹の中で細胞分裂をその卵がしていく過程で、かなり1個のものが2個になり4個になりってやっていくうちにですね、人の形というかね、
形ができてくるときに、脳の形が同じように、体も脳も同じように男の子も女の子も胎児が育っていく過程で、男の子の胎児の方だけ実はちょっとお母さんのお腹の中で男性ホルモンというのがね、分泌される時期がありまして、その時にまあ生殖器と脳が形が女性と同じようにできてたのがそこで変化します。で、変化する時に、女性の脳の形、で、女性の脳の形の時はちょっと太かった右と左をつなぐ脳の部分がですね、ちょっと男性の方が細くなるような変化っていうんですかね、まあ、そういうちょっと、まあ、変わっていくんですね。生殖器も女性の形から男性の生殖器に変わるんですけど、脳も実は変わってしまうんです、形が少し。で、その変わったところが右と左を情報をつなぐ部分なんですね。なので女性の方がですね、感じたこと、肌とかもう本当にね、空気みたいなところから感じていることも全部言葉にしようとして、すごくつなぐんですね、情報を、女性の方は。だけど男性の方はですね、逆につながないっていうかね、情報を言葉にあげないんですよ。だから、なんていうんですかね、男性の方がいろんな情報が入ってきてる、体では感じてるんですけど、言葉にしないので、気が散らないっていうんですかね。一つのことに集中する力もあるし、自分の好き嫌いさえも言葉にならないので、ものすごく公平になるっていうね、そういうちょっと特徴が、その部分、脳の部分がね、ちょっと違うことで起こります。で、まあ、女性たちはそういう意味で、ものすごく感じたことや、もう体で受けてる情報を全部言葉にしようとする力がありますので、もう見てればわかるんですね。で、なんていうんですかね、皮膚で分かっちゃうみたいなところがあるので、なんていうんですか、赤ちゃんの病気がわかるだけじゃなくて、例えば旦那さんが家に帰ってきて、具合が悪いとかもわかるわけですよ、すぐ。今日は疲れたとか言う前からわかる。それから、まあね、男性がちょっとこうね、今日は仕事だったのか遊びだったのかを言いたくなくて、ね、仕事だったとか嘘をついてもすぐ分かるみたいなところは、ものすごい観察力があるからなんですね。なんで女性に見抜かれちゃうっていうのは、もうね、この脳の違いで仕方がないところです。で、女性たちはそういう感じたことをすごくこう自分で理解する力というか、ありますので、相手が目の前で誰かが忙しそうにしたら、あれ忙しいんだったら手伝ってあげようかとかって自然に起こるんですね。で、なんか片付いてなかったらやってあげようかなみたいなことが自然に起こるので、見ていればできるはず、見ていればやってくれる、手伝ってくれるっていう期待をしちゃうんですね、自分ができるから。で、こういう時は私だったらやってあげるのにみたいなのがあるので、相手がやってくれない、またはさっきのね、言ってくれればやったのにって言われると、言わなきゃやんないのっていうことでね、ものすごくがっかりするんです。で、がっかりしたのが怒りになってしまう方がいるので、結構ね、言ってくれればやったのにって言うと怒っちゃう。で、これね、実は、サンケイリビング新聞社さんがね、主婦の方にアンケートを取った時の、旦那さんの嫌な言葉第2位なんですよ。で、第1位はね、何だったかっていうと、誰のおかげで食ってんだっていうのが第1位だったんで、これはね、男性の皆さんも女性の皆さんもね、いや、それは言っちゃダメだよねって思うと思うんですけど、この第2位の言ってくれればやったのには、やっぱり男性の皆さんは分かりにくい、なんでそれが悪いのか分かんないっていう方は結構いらっしゃるんですね。なんで、まあ、それは女性にとってはちょっとムカつく言葉なんだよっていうことを覚えていただいて、ね、言わないようにしていただくといいかと思います。そしてですね、このアンケート調査では、3位はね、なんで怒ってんのっていう 言葉を言うと、やっぱり奥さん怒るらしいんですね。それからね、
4位は、殺意が芽生えるっていうね、ちょっとかなり恐ろしいので、今日聞いてる方はですね、絶対に奥さんやね、女性たちに言わないようにしていただきたいんですけど、なんだと思いますかね、殺意が芽生えるほど嫌なこと。ね、これはですね、おかずこれだけです。おかずこれだけって言ってませんか、皆さん。おかずこれだけはね、かなり激怒されるし、ひどい時にはですね、殺意が芽生えるらしいんで 気をつけてください。ね、で結構女性たちはこう相手の言葉を先回りして深読みして、怒る、勝手に怒るっていう癖があるんですね。でこれはね、男性の方から見たら厄介なんですけど、女性たちはちょっとね、ある意味頭の回転がすごい早いところがあるんです。なので旦那さんとか彼氏がですね、おかずこれだけっていう発言をすると、女性たちはなんかその言った言葉以上のことを感じちゃうんですよ。おかずこれだけってことは何？私が専業主婦で時間あんのに作ってないって怠けてるって言いたいの？みたいな、勝手に先回りして考えて怒っちゃったりします。なのでね、おかずこれだけって本当にね、純粋にこれだけだったらご飯はもうちょっといっぱいね、残っちゃうから食べなきゃなとか、おかずこれだけだったらちょっとご飯おかわりするのやめようかなっていう、そういう気持ちでね、男性の皆さん聞いてると思うんですけど、これね、女性たちになんか、なんて言うの、その奥さんなり恋人をね、非難してるように聞こえちゃうんですよ。こんだけしか作れないのか、お前は、みたいな。怒ってるように聞こえてしまうので、それでね、なんか攻撃されてると思って女性たちはね、ムカつくってことがあります。なんでね、気をつけてください。で、今ね、言ったように男性と女性は本当に感じ方が違うんですね。で、自分の当たり前が他の人の当たり前とは限らないんですけど、なぜか女性たちは自分が分かることが相手ができないとは思えないので、そういうふうにね、分かってるでしょって思っちゃうんですね。で、次に進まなくなっちゃった。ちょっと待ってくださいね。これが次、ちょっと一旦停止してもう一回共有します。これかな。で、今ね、ちょっと共有が止まっててすいません。で、そうですね。で、どうしてね、そんな違いがあってっていうところなんですけど、戻っちゃいますね。すいません。ちょっとじゃあ、ちょっともう一回停止して。全体画面じゃないので、ちょっとすいませんが、見ていただきますね。これ、ちょっと図がちっちゃいですけど、見えてますか？大丈夫ですかね、この図。見えてらっしゃらないですか？脳の図が、はい、わかりました。脳の図なんですけどね、これ、青い線が多いように見えてるんですけど、これが、頭蓋骨、頭を上から見た時の右の脳と左の脳が見えていて、こちらは真横から見たところです。で、こちらとね、男性の脳と女性の脳っていうふうに書いてあるんですけれども、青い線とオレンジの線がね、で分かれてるように見えますが、これ実は同じ法則で青い線と、ね、オレンジの線が出るように書かれているんです。で、これは、ペンシルバニア大学で2013年に発表になった、学生さんたち200人ほどを、ね、対象にした、脳の造影剤を入れて、神経線がですね、脳の神経線のつながり具合を見た図なんですね。で、実はね、学生さんなんで男性ホルモン、女性ホルモンがものすごく出てるので、ホルモンにすごく影響はされてるんですけど、もう本当に特徴的なのが出ています。で、こちら、青い線はですね、右の脳の中だけ、左の脳の中だけで連携している線が青い線なんです。で、オレンジの線は右の脳と左の脳をつないでいる神経線
が書かれているんですね。で、これもびっくりするぐらいに、男性の脳の方は右と左の脳をつないでないですね。で、女性の方はつなぎまくってて、青い線あんまない、少ししかないですけど、実はこの青い線ばっかりの時の男性脳というのはですね、全く体で感じたことを言葉につないでないんですよ。だからご本人はこれね、何も考えてない感じ、ぼーっとしてる感じの時がこれです。で、女性も何もこれ考えてない実験だったと思うんですね。何も考えないでくださいって言われたんだけど、女性の方はですね、考えないようにしても、もうなんか体で得た情報をみんな言葉につなごうとするので、こうやって右と左がよくつながったオレンジの線が多くなるっていうことになります。で、これだけね、使い方が違っているので、やっぱり男性の方はこう、何ですか、目の前で突然変化があっても気がつきにくいです。そして自分が疲れてるとか、目の前のね、女性が好みだとかっていうのもですね、実はあんまり分かんないです。で、女性の方は逆にものすごい見てる情報とか感じてる情報が言葉になるので、自分で意識できるんですね。ああ、もう今日は疲れちゃったとかいうのが早いんですよ。で、もっと働くとちょっと病気になりそうとかっていうのを感じちゃうんですね。で、男性の方はこの状態ですから、もう倒れて動けなくなる寸前になっても分かんないです。自分が疲れてることさえ本当に気がつかないんですよ。だから働きすぎてしまったりね、熱中症とかになりやすいのは男性の方ということになります。女性は危なくなるかなり前に危険を感じて、そろそろ休もうとかですね、言うんですね。だから男性の方から見たら女性はわがままに見えます。まだ働けんだろうって思うのに疲れたとか言うみたいなね、そういうことが起こります。で、女性の方は、まあ、感じやすいんですね。で、共感する力がすごく強いです。右の脳と左の脳がよくつながっているので、相手の表情とか相手が望んでいることをものすごく探ろうとしますのでね、本当に大変なのかな、疲れてるのかな、これを食べたらいいのにとかいうのをね、常にこう考えて相手に提供しようとしているのでね、すごい共感力が高いですね。で、そういうわけで仲間を作る、あるコミュニティとかをね、作っていく能力がすごくあります。で、みんなで仲良しのグループを作っていくっていうことに長けてるんですね。で、女性たちはもうこのコミュニティを作ることで、自分が経験していないこと、相手の経験までも全部自分の、まあ、糧にしていくんですね。だから初めて赤ちゃんを産むような女性たちもコミュニティに属していれば子育てがそんなに心配じゃなくできるんですけど、一人ぼっちのお母さんっていうのは初めてのことだとどうしていいか分かんなくて、相談する人もいないとちょっと大変な、心細かったり本当に病気の対応ができなかったりしてしまうんですけど、コミュニティに属しているとおばあちゃんとかですね、多くの経験を持っている女性たちのサポートがね、受けられたり、あとやっぱりおっぱいがね、出なくなったような時でも、その中のどなたかがね、おっぱいが出れば融通し合えたりして、子供たちの生存可能性がすごく、このみんなと仲良くすることで上がってきてたんですね。だから女性たちは連携するっていうのを自分が生きるために、まあ、得意になってきたというか、そういうことがあります。そしてもう一つね、情報を加えると、実はコミュニティを作っていくのはですね、人間に限らず哺乳類は割と作っていくんですね。で、お猿さんだとかライオンとかもよくメスのハーレムにね、オスが1匹みたいな、オスが何匹かみたいなのがありますよね。実は人間も、まあ、哺乳類のメスなので、同じようなちょっと
ハーレムを作るじゃないですけど、コミュニティを作るっていう性質がありまして、特にね、若い女性たちはですね、生理というものがありますよね。月に1回っていうか、28日に1回ぐらいの周期で生理というのが起こって、その生理が起こることで排卵というね、ことが起こるわけなんですけど、卵がね、排卵されて、そして受精して赤ちゃんができていくっていうサイクルがありますが、この排卵がですね、女性たちのコミュニティの中で、なんか時期が同じ時期になっていくんですよ。要は生理の始まる時期がコミュニティの中でね、一致してくるんです。だから若い女性の中だと、誰々ちゃんと同じ生理の周期になったみたいな感じで、生理の日がね、ずれていって、だんだん合ってくるんですよ。で、だんだん合ってくると、先ほどもちょっと言いましたけど、排卵の日が一緒になるんですね。で、排卵の日が一緒になるっていうことは、受精が同時に、同時っていうか、同時っていうのは変ですけど、同じ時期に受精ができて、同じ時期に赤ちゃんたちが生まれていくってことになるんです。なので、要は、ベビーラッシュみたいなのが一時期に起こるんですね。で、どういうことかというと、赤ちゃんが同じ時期に生まれると、お母さんがその中で万が一、赤ちゃんをね、お産みになった時に亡くなったお母さんがいても、その生まれた赤ちゃんを育てるお母さんたちが周りにいっぱいいる。おっぱいが出るお母さんたちが同時にいるので、子育てができるっていうかね、そういう、まあ、セーフティーネットみたいな感じっていうんですか。人間もね、動物たちとはだいぶ違うような感じはしてますけど、やっぱり哺乳類のメスという機能が残ってるんですね。だから生理が一緒になってきます。まあね、年取ってくると 年取ってくるとっていうか、ね、だいぶお子さんを産むのにね、年齢が上がってくるとね、チャンスが減ってくるような場合でもですね、多少は引きずられるんですね。ただ、やっぱり若いうちがこの生理が合ってくるってことは起きやすいってことになります。でね、ちょっとね、男性の方に移りたいと思います。男性の方はですね、感じるところと考えるところがあまりつながっていないのでね、いや、つながってる人もいますよ。男性の中でもものすごい気が利く人もいるけど、全然さっきの図のね、青い線が多かったような男性の場合はですね、もうほとんどつながってないので、いや、あれはね、いつもつながってないってことはありえないんで、時々なんですけど、時々つながってないってことはやっぱり感じたことが言葉になりにくいのでね、逆に言うと、俯瞰力があったり、自分の快不快や、疲れてるとかいうことにも気がつきにくいので、人の顔色に左右されないんですよ。まあ、家に帰ってね、奥さんの髪型が変わってるぐらいじゃ分かんないし、ましてやね、金髪に奥さんが急に黒い髪からなっても、一瞬どこが変わったか分かんないみたいなところがある男性もいるぐらいなんですけど、それぐらいね、見た目とか、そのとっさの時は分かんないですね。ただ、自分の職務、お仕事とかに関してはすごい集中力があったり、客観性が常に高いです。そして公平なんですね。一番いいのは何かということを判断基準にされていますので、自分の好き嫌いじゃないんですね。世の中的にいいものっていう客観評価をしたいのが、まあ男性というか、逆に言うと自分ではあんまり評価基準が持てないところがありますのでね、客観性が高いです。そして命がけで戦えて働ける。まあ、これはね、要は自分の命がなくなりかけても気づきにくいので、そういうことがあるんですね。だから女性たちから見たらですね、すごく公平で誠実で一生懸命自分たち家族のために命がけで働いてくれるっていうことなんでね、素晴らしいパートナーということになります。ひっくり、まあ、これを逆に言うと、目の前のことに気づきにくく察してくれることができなくて、言わないとわかんない、ちょっとね、
手伝ってくれないお父さんなんだけど、やっぱり頼りになるみたいなね、そういうところになりますね。はい。で、コミュニケーションの、まあ、方法のところに移っていきます。女性は、まあ、自分が共感力がありますので、いっぱい話を相手にもしてほしいし、言いたいってことになりますね。そして男性の方はですね、たくさん話されるとイライラしてきます。で、特に女性がね、話し始めて何の話してるか分かんない、どこに行くのか分かんないような話をね、皆さんついついしちゃうんですけど、それにはちょっとついていくのが辛い。で、男性たちはですね、できれば簡潔に話を終わらせてほしいので、どこにこの話は行くのか、どんな結論があるのかを聞くと安心なんですけど、女性たちはですね、自分がいっぱい話ができて、いっぱい人の話が聞けるので、男性たちもそうだと思って、実はサービスでたくさん話し合ってあげた方が情報が多くていいでしょうって気持ちでサービスで言っているんですね。なんだけど男性にしてみたらサービスいらないから、結論だけ言ってって感じだと思います。なんですけど、まあ、女性たちはですね、その男性が結論だけ言ってほしいっていう脳になってることを知らないのでね、ついついサービスでいっぱい喋ってしまいますね。なんですけど、男性たちはね、そういう女性を、まあね、厄介だと思わないでですね、ゴールはどこなのとか、この話のオチはとかって聞くと、女性たちはまた説明しようとして話長くなるんで、うんうんって言って、共感ですね、繰り返しながら聞くと、ね、今日は疲れたのとか言ったら、疲れたんだねとか、今日はね、買い物行ったら荷物が重かったのって言ったら、重かったんだねって言うと、話が早く済みますから、だからどうしたんだとか。そういうふうにね、この話はどこ行くんだとかって聞くとですね、余計話長くなりますので、共感っていうのができなかったとしてもですね、繰り返してあげると、女性の話短くなります。で、今日ね、女性たちあんまりいらっしゃらないんですけど、女性たちはですね、本当に男性たちは長い話、脳が弱るのでね、必ず、短く言ってあげてください。でね、これが一つちょっとね、今日男性たちにお伝えしたいんですけれども、女性はですね、実は、二重話法っていうんですかね。心で相手に共感して、で、自分の気持ちを言うっていう言い方をするんですよ。で、あるね、一つの会話があったら、まあ、例えば、まあ、なんていうんですかね、コロナでね、例えば外出は控えてるのみたいな女性がいた時に、あ、外出を控えてんの、それはね、素晴らしいというか、いいことだねっていう場合、男性は君の言う通りだ、ね、外出控えてるのはその通りだっていう、言うわけですね。そうすると、女友達は外出控えてんのっていう女性に対して、ああ、確かにあなたは正しいわねと、外出は控えるべきよねって言いながら、次に、でも私はね、外に行くんだ、外出控えるの嫌なのとかって言います。ね、確かにあなたは正しいと言いながら、自分は違うのっていうことを平気で言います。これが女性たちなんですね。で、逆に、コロナで外出控えてんのっていう女性に対して男性がね、いや、それは間違ってるよって意見を持ってたら、それは間違ってるよっていうふうに言うわけですね。で、女性も、あ、それは間違ってるわね、とかって言うんだけど、でも、ね、その前に、気持ちはわかるわ、あなたの気持ちはわかるわ、って言うんですよ。なんでね、女性と男性はここがね、やっぱ違うんですね。だから、女性は共感、自分が心からしてなくても相手に共感します。一旦。で、男性はそれをしないで、言う通りだ、なら、その通り私もやるし、間違ってんならやらないみたいなね、すごいストレートなんですね。で、このストレートさが実は素晴らしく美しいことなんですけど、女性たちを実は傷つけます。会社でね、こういう会話を男性がしちゃうと、女性たちはもうなんか全面的に自分が受け入れられなかったような気がして、嫌になっちゃったり、ね、もう話をするの嫌になったりとかすることがあるんですね。
で、女性たちはプロセスの思考型だし、男性はゴール、問題解決をしようとしています。で、そういうわけでですね、男性の会話スタイルと女性の会話スタイル、どっちもいいとこが実はあります。プロセス思考の人たちは危険を回避する能力が高くなって、ゴール思考の男性たちは危機対応力が上がるんですね。で、どういうことかと言いますと、女性たちは一度怖いことがあったら二度とやらないっていう危機回避をするんですよ。だから例えば、旦那さんが釣ってきた魚がフグだったとしますね。で、フグを目の前にいる誰かが食べて死んじゃったりすると、ああ、もうあの魚は危険だから食べるのやめようって思うんですよ。で、危機回避能力が、フグの特徴を覚えてもう二度と食べないっていう選択をしていって、コミュニティのメンバーの命を守ろうとします。ところが、ゴール志向の男性たちはですね、フグを食べて死んだ人がいても、あれ？あの人は死んじゃったけど、他の部分を食べたら大丈夫かもしれないって言ってチャレンジするんですね。で、チャレンジしてまた死んじゃうと、じゃあ次の部分でまたチャレンジするんです。で、違う部分を食べたら大丈夫かな？こんな食べ方をしたら大丈夫かなって、いっぱい工夫をしながら、死なないようにどうしたらいいかを工夫してチャレンジし続けるんですよ。だから、そういう男性たちがいてくれたおかげで、私たちはフグを今食べることができるんですね。で、同じように、電気とかですもですね、雷に当たって死んじゃう人や、雷にタコをあげて電気があるものを発見した、ね、方たちがいて、命がけで対応してくれたおかげで電気を今私たち使えるんですけど、女性たちだったら、あれには当たらないようにしようって言って回避しますのでね、今のように電気が使える社会にはなんなかったかもしれない。このね、危険から逃れようとする性質と、危険にチャレンジしていく性質が2つあるので、人類は生き残ってきたんですね。みんながゴール志向だったら、絶滅しているかもしれません。なんでね、お互いに男女いることで、人はまあ生き残ってきたんですね。まあ、こんなような差がね、男女はあるんですね。で、まあ、ちょっと時間もあれなんで、もうこれだけ言いますけど、男性と女性は実は脳の中で右目で見たものと左目で見たものの混ざり具合が違いますので、男性の方が実は立体とか距離感がつかめるようになってます。目で見た映像が脳の中で混ざるときに混ざりにくいんですね。だから距離感がわかるんです。でも女性は混ざりやすいので、距離感が割ともうつかめない。写真を見てるように見ちゃうんですね。で、こういう、まあちょっとね、冷蔵庫だと思ってください。この四角い図がね。皆さんこれ見えてますかね？男性の方は手前から奥まで点点点って見てますので、この点が行かなかったところは手前であろうと奥であろうと見えないんです。で、女性は手前を全面的に見てますので、探し物とかするときは女性の方が得意です。で、男性はですね、見てないところが見えないので、冷蔵庫の中にドアを開けたところにからしのチューブ入ってるよって言われても探せないんですね。で、女性たちはそういうのを目の前にあるのは見逃さないのでね、見えるんです。だから結構夫婦とかね、で、探してって言ってるのに、私から見たら遠くからでも見えんのに、旦那さんは見えないって言ってないぞないぞというみたいなね、そういうことが起こります。だけど、奥さんが見えない冷蔵庫の奥に入っている賞味期限切れの海苔の佃煮の瓶とかはですね、男性は探してくるんですね。で、そうすると奥さん的には、からしのチューブを頼んだのに海苔の瓶を持ってくるみたいなことでですね、やっぱりまたここで夫婦間でムカつきが起こるんですけど、ね、旦那さんがいてくれるから、海苔の佃煮のね、賞味期限切れのを食べて家族が死ぬこともなく、奥さん一人だったら誰か食べちゃうかもしれないのを見つけてくれて、家族の命を救うし、ね、手前の調味料がはっきり分かる女性たちがいるから、美味しい食事を食べれて家族が健康になれるし、やっぱ男性と女性両方いないとですね、実は家族の命を守っていくことができないんですね。なんで、見方が違う、視点が違う、考え方が違う。そういう男性と女性が一緒にいることがすごく重要になってきます。なんでね、これが仕事でもそういうことが起こるし、どうしても誤解もあるけど、たくさんのいいことが
実はあります。男性と女性が一緒にいることでね、気づきの種類や、そのね、これからまあコロナでこの先どうなるのかなみたいな時もですね、女性たちはタフに生きていけたりとか、心配ね、が明るく回避できたりもするのでね、ここはやっぱり男女いることの良さというか、お互いに違うからこそ一緒にいるといいですね。で、まあちょっとね、ほんと時間がないんであれですけど、後天的にそれぞれの脳には得意分野、不得意分野が実はあるんですけど、不得意分野と言われているところをチャレンジする脳があると、またこれは社会にとって素晴らしい宝になるんです。だからね、不得意なところがある方を会社とかはね、育てていくっていうことにすごいメリットがあります。ここは本当はゆっくり言いたいところなんですけど、男女は違うからいい、いいことと、あと違って不得意かもしれないことにチャレンジする脳があることも会社にとってすごくいいのでね、逆に言うと、できないことがあることの良さっていうのが本当にあります。で、ね、例えば本当に、だんだん年を取ってくると目が見えなくなってきたりしますよね。でもこれが見えなくなることで感じる力がすごく増えたりすることも起こってきましてね。実は、ある能力がなくなった時、また違う能力が出てきますのでね、それぞれの人が生きていくっていうことがとても重要になってくるんですね。で、これを、まあ、男女脳の違いということでね、ちょっとお話ししてきました。ちょっと長くなりましたけど、こんな形で、はい。